まずはこの動画を見てください。3年前僕はこの地で資本主義の紛れもない真実を学びました。5万とある製品が世界中で売られ使われ、アグボグブロシーのようなところに最後を遂げます。ここでは世界中の廃棄物がリサイクルされています。その結果、地球上において最も毒性の強い場所を作り出しています。ここたった1日5ドルで12時間労働、これ先進国我々が捨てたゴミが全部ここに集まってるんです。僕は3年前この真実を知りました。自分もそういった廃棄物を生み出している一人だと気がつきました。破綻したリサイクルシステムにゴミを捨てることで終わりのない消費という流れに加担していました。僕は決めたんです。この地を絶対にアートで変えようと。一番最初に焼却所に行った時、たくさんの電子機器が地面に横たわり焼却されているのを見たのですが、これらはまだゴミにはなっていないと考えたのです。これらはまだ生きていて使い道が残されていると。アグボブロシーの人々、彼らの内なる声と苦悶が蓄積する電子廃棄物に溜まっていくのです。それらの廃棄物を自分の手に取り、先進国のみんなに伝えなきゃいけないと思ったんです。ご視聴ありがとうございます。このステアブラックスターという映画の予告編、これハリウッド映画2ヶ月一緒に制作しました、去年で。僕、彼らの生活を変えるって、アートで変えるって約束したんです。それで作ったこのアート、現地の廃材を利用してそれを絵の具のようにして世間に発表しようと思ったんです。これ原価1万円で制作できました。そして2018年に初めて行った個展で1500万円で販売することができました。僕この利益を使ってまず850個、彼らガスマスクなしでがんになって30代で死んでしまうんです。850個のガスマスク配布しました。そして完全無料の学校を、ここにエデュケーションが必要ってことで作りました。そして去年マゴ e ウェイストミュージアムという観光資源収入と、そして新しいアーティストを育てる機関をここにプレゼントしました。でこれどういうことかっていうと、僕のアートサステナビリティなんです。クリエイティングシェアドバリューという概念を使って、絵が売れれば売れるほど文化が育って、それと同軸に経済が動く、そして絵が売れれば売れるほど制作によってゴミが減っていく、こういった一挙両得なシステムを考えました。そしてなんで僕のアート1500万で売れたか、これはちょっと紐解きたいと思うんです。これアインシュタインの相対性理論が教えてくれました。好きな人といる1時間は1分に感じる、嫌いな人といる1分は1時間に長く感じると。これどういうことかというと、これエネルギー質量は全く同じ、これ相対的に相対性理論だって彼は言ったんです。これじゃあパリニューヨークで考えると、先進国が右上、左下がガーナ、貧困国になります。そしてその最下層がスラムになるんです。そう、僕のアートは1500万の技術があったわけではなくて、彼らの強いマイナス1500万ポイントがアートを乗って転化してトランスフォームして現世この先進国で1500万に化けたんです。僕はこの相対性能を応用してある大きいチャレンジをしました。スラム街をエコタウンに、これさっきの予告編の映画の本編を作るっていうのをクラウドファンディングで発表しました。そして絵を売ってみたんです。そしたらクラウドファンディング過去史上最高額3000万円を樹立しました。これは同時にオンラインでアートが売れるということを実証した歴史的な一日だったと思います。そしてその映画、先々月アメリカのインパクトドックスアワード、ドキュメンタリーの権威ある映画賞で4部門最多部門を取りました。これは監督が言ってました。この賞を取るとエミー賞、アカデミー賞にエントリーできる資格を持つと、その登竜門だと言っていました。そしたらこの勢い、みんな僕たちの仲間がこの僕の後売るよと言ってくれたんですよ。売ると。で孫ギャリー大阪、滋賀と2店舗作ってくれたんです。そして実は今週末孫ギャリー福井オープンします。その次の月孫ギャリー銀座がオープンします。そして次孫ギャリー倉敷がオープンします。なんでこんなに怒涛にオープンラッシュが続くか、これすごい面白いビジネススキームが僕は発見したんです。簡単です。ギャラリー運営って低資金でできるんです。箱があればいいんです。アートは僕が作るって仕入れタダです。決済重機全部必要ないんです。そして売り上げ完全に折半しましょうと。
利益を折半しましょう。そして今コロナ禍で僕たちマゴギャラリーオンラインっていうオンラインギャラリー、クラウドギャラリー始めたんです。そこで今月賞1000万円があるんですけど、その 5% も加盟店にプレゼントしよう、そういうことをしたんです。そしてメイト3、これサステナビティです。絵を売れば売るほど、加盟店で売れば売るほどゴミが世の中から減る、この精神性も一緒にセットして、その結果来年マゴミュージアムもできます。そして今2億円現段階で売っていて、今年3億円を見込んでいます。そして10年後何があっても100億円絶対に集めたいんです。これは何でかっていうと、100億円集めてギガファクトリーリサイクルが工場を2030年に彼らにプレゼントしたいんです。さっきの町3万人住んでいます。1万人の世帯があります。みんな1日5ドルで肩を迫ってガンになりながら暮らしている彼らの生活を絶対に変えたい、絶対に変えたいんです。だから僕はこの加盟店システムを使って売りまくります。100億円絶対集めます。そして彼らにプレゼントします。もちろん僕アート売ります、売りまくります、世界中売りまくります。そしてさらにこの精神、そしてこの加盟店システムを全世界に売って、マゴというギャラリー、マゴギャラリーという機関を世界中に配置したいんです。これもし10年後僕絶対にガーナに工場を作って、ここの問題ソリューション解決します。でもその後です。このマゴっていう機関が全世界の貧困、世界平和、環境保全、全てを解決する機関になっていくんです。我々は必ず唯一無二のソリューションカンパニーとしてこのマゴは君臨し続けます。最後に、僕が始めた時これ愛だったんです。利益を追求しても絶対愛は生まれない。でも愛を追求して僕は利益を追求できたんです。皆さんこれからもマゴをよろしくお願いします。ありがとうございました。